群馬県有限会社菊屋小幡花火店小幡俊明様の作品。弊社は独自の美学を貫き、芸術性の高い花火を求め続けています。一つは代々受け継がれてきた深淵を描く菊型の花火の追求、もう一方で独創的なディティールに凝った創造花火の革新。そして一番大事にしていることは、思いを込めた花火の制作。原点を忘れず、心に残る花火を打ち上げたいと思います。十号玉二玉、八重新菊咲青香炉、里山の忘れ書きです。どうぞ。東京都株式会社丸玉八王勝煙火店小勝康平様の作品。1864年創業以来、花火の魅力を信じて煙火製造打ち上げを行ってまいりました。製造方法や打ち上げ方法は過去から大きく変わり、今後も変わっていきますが、いい花火は安全でなくてはならない、過去から今後も変わらないモットーとなります。安全後第一にいい花火を打ち上げます。十号玉二玉、上り木付き三重新変化菊、上り木付き一松文様花です。どうぞ。徳島県有限会社岸加工品製造所岸洋介様の作品。阿波花火という地域に密着した独特の花火文化や、日照時間が長いことから西日本有数の製造数を誇っております。しかし数が打ち上がるという花火だけではなく、はっと驚くような新たな花火を打ち上げたいと、スタッフ一同花火作りをしております。花火を披露する場をいただきありがとうございます。十号玉二玉、あわしじら変化ボタンです。どうぞ。秋田県株式会社北日本花火工業今野孝則様の作品。今日の花火良かったね、また来年の花火もみんなで一緒に見に来ようね。そんな風に思っていただけるよう、大切な人と過ごす瞬間を温かく照らす花火をこれからも作っていきます。三陸から世界へ温かい希望の光を届けましょう。
10号玉2玉八重心ステンドグラス花火共振錦カムロックです。どうぞ。山梨県株式会社マルゴ佐伯圭介様の作品。株式会社マルゴのモットーは挑戦です。安全を第一に、新しい花火技術の開発へと常に挑戦しております。新しい色、新しい形、新しい花火の構成、挑戦し続けることで生まれる花火、見ていただく方に大きな喜びと感動を提供できる花火を打ち上げたいと思います。10号玉2玉スタープリズムです。どうぞ。秋田県響き屋大曲演歌株式会社斉藤健太郎様の作品。伝統と革新をモットーに、響き屋大曲演歌が目指す花火は、皆様の心に響く花火。先祖代々受け継がれてきた技、伝統を大切にしながらも、革新的な花火を生み出すことに皆で取り組んでおります。皆様にとって忘れられない一夜、大切な思い出となりますよう、心に響く花火を打ち上げます。10号玉2玉、翡翠を散りばめたペンダント、紫水晶を散りばめたペンダントです。どうぞ。第4章の全国の思いを三陸花火大会にパート2はいかがでしたでしょうか。